トマーシュ・ソーチェクは、チェコビソチナ州ハブリーチクーフ・ブロト出身のサッカー選手、ウエストハム・ユナイテッド FC 所属。ポジションは MF。メディアによっては、トマーシュ・スーチェクやトマーシュ・ソーチェクなどの表記もある。2013年に、SK スラビア・プラハに入団。2013から14シーズンは出場はなく、2014から15シーズン途中に、FK。 ビクトリア・ジシコフにローン移籍し、2015年3月8日の FC ファスタフーズリーム戦でプロデビュー。その後2016から17シーズンも FC スロバン、リベレツにローン移籍。2018から19シーズンは34試合13得点を記録し、リーグ優勝に貢献。同シーズンの活躍で1、FC ケルンが、 ソチェックの獲得に乗り出したものの、スラビア・プラハと2019年6月に2024年までの契約を締結した。UEFA チャンピオンズリーグ2019から20には、グループ F に FC バルセロナ、インテルナツオナーレミラのボルシアドルトムントと同じ組に入り、10月23日のホームでのバルセロナ戦の前にソチェックはチームキャプテンとして意気込みを語っていたが、 試合は1から1で終えた。12月10日のグループリーグ最終戦のドルトムント戦では同点ゴールを決めたものの1から2で敗れグループリーグ再開に終わった。2020年1月29日ウエストハムユナイテッド FC に2019から20シーズン終了までローン遺跡で加入したことが発表。二千十九から二十シーズンは途中加入ながら十三試合三得点を 記録し、チームの一部残留に貢献。シーズン終了後に完全移籍が決まった。プロデビューした2013年からユース世代のチェコ代表でプレーし、2016年11月のデンマーク戦でフル代表初出場を果たした。2021年3月24日のカタールワールドカップ予選、エストニア戦においてハットトリック達成し、チェコの選手として、 ワールドカップ予選におて、ハットトリックを達成した初の選手となった。ありがとうございます。